ベーンベンベーン、わははどうも、カラバトークなんですけども、最近あれじゃないですか、あの R1 の予選やってるじゃん。で、いろいろソニーの人も予選行ってるらしいですけどね、10年以上になったから。で、リンさん、昨日準々決勝だったらしいんで、ちょっと電話してみます、リンさんと。どうもどうも。あ、どうもお疲れ様です。どちらさんですか。あ、俺は行ったんやで松本凛介です。行った、行った、行った、まあまあまあ行ってないですけどね、そうそう行く場所がないんですよ。そのまあまあまあ、お前ら言ってんな、言ってんな、俺言ったんやでじゃないの。まあほんまそう、そうしたかったんですけどね。あの昨夜ですね、あの、R1 グランプリがあって、お、どうやった、準決勝、たまたまね、あ、準々決勝、はい、どうやってたまたま同じ、どうやってん言ってへんねえ、言ってへん、残念ながらいけなかったです。はい、え、昨日昨晩なって、もなんつった昨晩、あ、いや昨晩 R1 準々決勝があって、あって、で、まあ同じブロックに松本、クラブ、桜井、二谷、ヒョンキツと、まあまあソニーで残ってる4人がたまたま同じブロックのほぼその辺になって、もうみんなネタ終わって、うん、あと居酒屋であの結果発表を、うん、まあまあ待ってたんですよ。え、あれめっちゃなんか発表遅なかった？俺なんか ラジオやってる時、はいはいはい、ああ準々決勝の結果見ようかなと思って、ラジオの 1本、はい、1本目の2本目の空き見たら、はい、もう10時ぐらいだったんやけど出てへんかったみたいな。そうですね、10時は終わったぐらいです、ちょうど。あ、そうなん、はい、で、まあ、そのと居酒屋行って10時半から、まあ、1時間か2時間したら結果出るやろ言って、もうガーガーみんなで飲んでて、うん、でも結果出て、で、まあ、結構遅かったよ、それ出たの。はい、11時半とか12時とかだったと思うんですけど。え、違うよ、もっとは、あ、12時か、12時ぐらいな、はい、で、で、まあ僕と新谷が落ちて、桜井と、松本クラブが受かって、うん、で、まあもうそっからはもうあれですよね、行ってへんでお前ら行ったな、俺行ってへんで、で、もう無念無念の大無念、はい、で、え、それ何、お前ら行ったな、俺行ってへんで、はい、って言って何、いばり散らすの、そうやってまあまあまあ、逆やったらな、逆やったら、ほんまに言えたんですよ、逆やったら威張り散らしてええよ、そら僕だけ行ってたら準決勝に、うん、なんていうのそれ、何て言うの、もうそら店内中響き渡る声で言いますよ、 なんていうお前ら行ってへんな、俺は行ったんやな、これ止める師匠もいませんからね、それはもう店内中もう突き飛ばしにらみをもうする必要ないですかね、師匠います。店内アナウンスな、店内アナウンスピンピンポンパンポンそんな居酒屋にそんなアナウンス、お前ら言ってんな俺は言ったんやでピンポンパンポンやろどう思えばいいんですか、それ聞いた人。まあまあまあ、まあでもまあ残念ながらそうはならず、まあまあまあそうですね、焼け酒になっちゃいましたね、ほんまね、焼け酒、はい、だってでもなんか俺南川もそれラジオ一緒のラジオやってるから、ああ、やっぱりですか、はいはいはい、南川に聞いたんや、で南川もなんか落ちてたらしいんやけど、
ああ、そうでしたか。で、なんか客重かったらしいやん。ああ、昨日はなんか重たかったですね、確かに。で、桜井と松倉はどうやって？いや、受けてました、やっぱり。受けてた。はい、大したもんです。やっぱあの、重たいと言われてる、みんなが重たい重たい言うてる中で、あの、ちゃんと笑い取ってたんで。ねえ。まあ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 、大したもんやなと思いましたよ。重いのに笑い取ってた。はい。俺とお前営業でさ、はい、松倉一緒にバードで行くときさ、松倉の方が最初にやんねんけど、はい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 、あいつね、人笑いも受けへんねん。営業パッケージはまあまあ確かにね、ないかもしんないですけど、あのやっぱ一人コント4分っていう土俵ではやっぱすごいなと思いましたよ、ほんま。僕もやっぱ3分とか2分とかやったらごまかせますけど、やっぱ4分はやっぱごまかしきれなかったというかね、やっぱね、ほんま、あらが出たというか、はい、まあまあ。あらが出た。あらと腹も出てます、ね。腹も出た。ほんで、毛は抜けた。毛抜けて、ま、前歯も抜けて、もうほんまボロボロ。ボロボロすわ。ほいで、あの、ゆうたん。ゆうたん。あの、店内にゆうたん。何を、いやいや。アナウンスした？はい、じゃあ言うよ。ピンポンパンポン。お前ら言ってへんな。俺は言ったんやでー。昨日のやつやってよ、昨日のやつ。あ、昨日の？はい、行くよ。ピンポンパンポン。お前ら言ったな。俺は言ってへんでー。ピンポンパンポン。なんで居酒屋にそんなデパートみたいなアナウンスないんすよ、それ。なんでそんなアナウンスせなあかんねん、お前、それ。いやいや、せんでええんですよ。で、あの、まあまあ、その、僕らのテーブルでは、まあ、そういうことは、まあ、それに近いことは言いましたけどね、その、お前ら言ったなと、うん、おめでとうと、俺は言ってんでって、まあ、そういうぐらいのことは言いましたけども。今度、なんか、あの、一緒に営業バーター行くときに、なんか、店内アナウンスみたいな前やったやんか。この後14時からダーリンズ有田ご師匠がお笑いライブで見に来てくださいみたいな、あれ俺この後言いましたよ、あれ。で、それな、はい、次回もしそれのあるとしたら、はいはいはい、それやってや。この後ピンポンパンポン言ったバージョンでいいから、ピンポンパンポン、お前ら言ってへんな、俺は言ったやで、ピンポンパンポンってやってや。人集まらないよ、それ。来てくださいねみたいなやつじゃないと、何やって今のってなるだけですから。客ゼロの前でやることになりますよ。何やってあれってなるの。なるでしょ、それ。確かにな、アナウンスなのに上から来てるからな。いやいや、そうですよ。イオンどうなってんねんってなるの。言ったんやなって思うやん、でも。ああ、イオンが、はい、うん。お前ら言ってへんな、俺は言ったんやでと、うん。うん。誰かも言うてへんしな。俺、喋ってるやつ誰かも言うてへんから。そうですよ。店長やもらったらえらいことですよ。そうなん、じゃあもう、しょんぼりしてたやん。まあ、まあ言うても、まあまあまあ、もうなんか、そのしょんぼり。まあ最初だけしたね、もう本当に最初結果出た時はちょっとしょんぼりしましたけど、うん、まあ、まあその後はもう、楽しく飲んでましたよ、はい、まあまあまあで、まあ、そうですね。何デイシュー？2デイシュー。2デイ、はい、僕は2回戦からなんで、耐えたな。結構耐えた方ですね、はい、ワンデイじゃなかったな。ワンデイじゃなかったです。2デイ、2デイシュー。いや、大本命のキングオブコントは何デイシューですか今。シックスタイム、ワンデイシュー。何やねん。もう1回戦からやらせてくれよ、もうほんま。1回戦出たいって言いたいわ、俺ほんまに。もうダメなんですかね、それ。俺本当は1回戦からやった方が絶対いいと思うんですよ。まあそうですよ、本当に。はい。なんか掴めるんですよね、なんか自分の士気も高められるし。まあそれはあります、ほんまに。もうほんまだから、この5年6年もう連続でもうなんかエントリーフィー払って
つるっと滑ってつるっと帰ってきて、もうほんまずっとなんか終わった、あ、終わりましたみたいな感じですね、ほんまね。そうだって、あのいつもな、あのこう濁流の中にさ途中からさ、はいはい、入ってさ、ちゃんって突っ跳ねられるだけやもん、だってな、はい、邪魔者来たみたいなね、そこになりますね、一瞬だもんな、だってね、こう、あ、今から行きますよ、入りますよ、てんでもう終わってるもんな、だってセクサイマネシュー、うん、ほんまに来年もしそのもうつかみ滑って、あの中盤滑って後半滑ったら、もうほんまにもうあ落ちた、絶対落ちたと分かったら、もうあの小田にも許可取ってワンデーシューやりますわ、ほんまに。どういうことそれ。もう、ああ、終わりでね、舞台の終わりで、うんうん、うん、ありがとうございましたって言う前にやります、ほんまに。まあでもない、その前線はした、え、昨日ですか、うん、いや、もう舞台はけてきてからもうなんか、なんですかね、頑張ってくださいねみたいな、松倉とか桜井とか、まあ、みんながこうね、応援してくれてるわけですよ、うん、リンさん頑張ってくださいねって、行きます行きますみたいな、うん、でネタ終わって帰ってきたら、なんかもうみんな、なんか雲の子散らすようにどっか行ってましたから、受けてましたねの、うの字ってもうなかったですね、本当に。あ、受けれへんかったんな、じゃあ。まあ受けてないですね。あ、じゃあ弱いな、じゃあもうみんな目も当てられないな、ちょっとじゃあ。目も当てられない、俺から目を合わしに行ってましたから、あ、松倉とさ、俺からもう覗き込んで目を合わしに行ってましたから、覗き込んでまだ合わへんのよ、合わへんなかなか合わへんな、ほんまあまあ、でもしょうがないか、練習不足もありましたね、やっぱね、ちょっとやっぱダメでした。じゃあ次は何やねん。次はもうキングオブコントじゃないですか。ああ、そうなの。あんの、何が。ネタ、ああ、ネタはまあ、あるっちゃあるんすかね。いや、でもないっちゃないっすね。これまたセブンタイムなったらもうえらいこっちゃ、うまね、大変ですわ。じゃあお前あれか、もうお前ら行ったな、俺は行ってへんでってなるんじゃんか、またまたまたそうなる可能性ありますよね、ほんとね。あ、なんか YouTube でザコシクラブの告知、次回僕のやつっぽいっすね、あ、そうだ、あのブヨブヨ、うん、泳ぐやつな、立ち泳ぐやつ、立ち泳ぎ、あれね、立ち上げ、僕立ち上げ立ち上げ、いやいや、泳ぎ上げ、来週ぜひ、また見させてもらいますわ。来週ね、9時半じゃなくてね、11時なんだよね。え、それ視聴率あれじゃないですか、影響するじゃないですか。いや、もうそれスカイエーだからしょうがないな、それちょっと変動すんねん、そういうもんなんですか、阪神の試合とか多分あるんやろ。ああ、なるほど、まあね、阪神試合じゃなくて、ね、今野球やってないか、で多分なんかそういう特番とかあるんだろうね、多分。ああ、それで動くことがあるんですね、その毎週何時からっていう決まりじゃない。まあ大体月曜日の、何もなかったら9時半なんだけど、はい、何かあったらうん、何やったらっていう。何やったで、まあまあ、一旦やでってことですね。何やったら何やったで、俺一旦やん。できれば9時半の方がいいですけど、まあまあ、しゃあないです。でも来週やで、来週、工場委員会の。あ、師匠の。原口さんのやつ、今週で終わりました。ああ、そうっす、OK、そうです。じゃあ来週からちょっと楽しみに。俺は行ったんやでの、もう本当にでも編集次第で全く行ってない可能性もありますね。あの打ち上げ何やってんの、もうみんなに言われる可能性もあります。それな、編集次第な。はい、そうですね。ほんまに。まあいいやじゃあ。行ってたらいいですけど、はい。じゃあ、取れ高 OK です。ああ、ありがとうございます。もう結構早いっすな、はい、意外と。
はい。じゃあ、あの、U でお願いします。あ、じゃあ、ラスト、さよなら。はい、びっくり。じゃあ、ごめんごめん。U じゃなくて、俺、お前ら言ったな。俺は言ってへんでー、ガーン U でお願いします。お前ら言ったな。俺は言ってへんでー、あーかーん、いやーピンポンパンポンないね。はい、ありがとうございました。はい、ね、まあしゃあなっちゃしゃあなっちゃいますよね。なんか10年の、あの、見たら、まあまあ、腕がある人ばっかりだから、うん、10年以上、解禁の、今回の R1 の準決勝メンバー、うん、マチューラピンクとかいたな、うん、あと、桜井もいたな、うん、あと誰だっけな、あ、金太郎な、うん、金太郎もいたな、うん、まあ楽しみですけどね、まあ去年は10年以内、まあ今年から10年以上、うん、ヒューマン中村も言うか一気にバンとこう去年よりは広がった感じですけども、はい、決勝も楽しみですね。はい、というわけで、カラーバートークでございました。あれした、はっ。